はい、先々の俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回はね、かなり珍しい、ペットボトルの、しかも 700ml ペットボトルのお酒ということで、コンビニのローソンで売ってまいりました。値段がね、安かった。200円もしなかった。180円か190円ぐらいだったんです。はい。チューハイレモンメガ。チューハイレモンメガ。です。これね、700ml なんですけど、アルコール度数が8%で、無果汁ってなってますね。で、これが安定のですね、このでかいボトルで有名なチェリオ。株式会社チェリオの。ね。たまに結構売ってますよね、このでかい 700ml のサイズの、チェリオのジュースが売ってるんですが。まあ、多分、チューハイでは初めてのペットボトル入りの、アルコール飲料ではないかと。原材料名が醸造用アルコールと加糖ぶどう液、え、加糖ぶどう糖液糖と酸味料と香料。甘味料が使われてないと。OK。チェリオか。チェリオのチューハイって、初なんじゃないか。案外。じゃあ、乾杯。実はですね、これね、一度冷凍庫で、カチンカチンに間違えて凍らせてしまってですね、多分炭酸が抜けてますんで、というか、炭酸が抜けてます。一応炭酸飲料なんですが、ほぼ、ね、これ、凍らしてから、溶かしたパターンのやつなんで、間違えてね、そのまま寝てしまってですね、冷凍庫に入れっぱなしのまま、寝てしまったという。甘味料使ってない。で、アルコール度数8%。まあ、チェリオといえば、ライフガードで有名な、ね、あれですけど、会社ですけど。別に悪くはないまあ、悪くはないけど、別に良くもない。やっぱ醸造用アルコールっていうのが、ちょっと気になるんですけど。でですね。メーカーのサイトに今、調べてるんですけど、売ってないっていうか、ないことになってるね。発売してないことになってる。書いてありません。これね、俺もチェリオのね、ジャングルマンブルーとかね、700ml のやつとか、ね、買ったことあるんですけど。まあ、でかいっていう。だけ。まあ、ライフガードの味の似てるような感じのやつなんですけど。チェリオチューハイでググる。で、ググりますと。ああ、でも結構あるみたいだね。チューハイ。グレープチューハイとかもあるみたいです。
いや、でもこれは、値段180円で、700ml だったら、コンビニのあの、あれだったら、安いと思いますよ。ああ、これあれか。これもしかして、ローソン100っていうあの100円ショップみたいなのに売ってる、あのプライベートブランドのチューハイレモンの8っていうやつのまんまなのかな。それと同じやつなの。作ってる会社は。ああ、ライフガードチューハイなんてでもあるみたいですね。へえ。ああ、やっぱローソン100で、ローソン100でこれが売ってるらしいです。との情報は。ああ、でも168円か。多分そうですね。多分プライベートブランドの、ローソン100のプライベートブランドのやつじゃないですかね。まあ。まあ、突筆すべきとしては、甘味料が使われてないっていう。そして 8% なの。まあ、氷結よくは美味しくはないですが。そんなに甘くないんで。うん。それなりに、美味しい。じゃあ美味しい。ああ。うん、多分そうですね。おそらくチェリオが作ってるチューハイは、うん。ローソン100のチューハイと同じ？これが多分、ローソン100のやつなんだ。チェリオのチューハイなんて初めて見たな。だいたいこっち、新潟はね、ローソン100がないんですよ。大阪とかだったらね、あるんですけど。あそこ良かったな、ローソン100な。100円ショップって言うとダイソーぐらいしかない。いやでも 700ml は結構きついな。なかなかきつい。あ、やっぱりローソンのチューハイはチェリオブランドみたいです。なるほど。となると多分中身もこれ一緒でしょう。
まあ、まあ、なかなか珍しい。ね。ペットボトル入りのお酒ということで。これはまあ、別に、って感じだな。コク、甘み。甘みはない。あまりない。香り、まあ普通。別におすすめやしない。かなと。3233です。ご視聴ありがとうございました。